『サンデーフォーク』オフィシャルサイトをご覧の皆さん博博士士太太郎郎です博士太郎オーーケストトラコンサ2020年にあの僕はデビュー30周年というのを迎えさせていただいて本当であればだから去年の春にオーケストラとのコンサートツアーを予定していたのですが。 あのコロナの関係でですね1年延期となりましたでもこの年だから21年ちゃんとできると思うんですけれど大変楽しみにしています僕にとっても初めてのこのフルオーケストラとのコンサートツアー実はもう数年前からずっと企画していました今まで僕が作ってきた曲たちをですね まあ普段はやっぱり割とこうポップなバンドスタイルで演奏することが多いんですが、そんな曲をすべてクラシカルなオーケストラのシンフォニックなアレンジにしましてですね、豪華にお届けしようというものです。ステージの上にはまあ50人くらいのオーケストラが乗ることになると思うんですね。ただクラシックのコンサート、シンフォニックオーケストラとはいい でもですね、ちょっと現代的なもちろんリズムセクションも入ったり僕なりの今のクラシカルなスタイルていうのを追求してやろうと思っています。ずっと長年一緒にコンサートをそしてレコード作りをしているタ田武ミさんにプロデュースをしていただいて豪華なオーケストラでのコンサートということになります。5月5月日日日水曜日祝日に 愛知県芸術劇場大ホールにてコンサートを行います皆様のお越しを会場でお待ちしております博士太郎でした